木畑和恵は、日本の芸術評論家、アートプロデューサー、翻訳家。東京芸術大学美術学部先端芸術表現、仮名を教授。新潟市民芸術文化会館アドバイザリー、プロデューサー。舞踊資源研究所管理責任者。東京都生まれ。1965年、双葉高等学校卒業。1969年。 上智大学文学部新聞学科卒業。同年から1973年まで TBS ブリタニカの編集者で百科辞典、世界子ども百科」編集長。工作者フォーラムインターナショナルの編集者も務めた。後に1978年に独立。1970年代より美術、音楽、ダンスのプロデューサー。 1981年、東京都中野区にある地下の先駆的、パフォーマンススペースプラン B の設立メンバー、実行委員1982年、山崎晴美の自殺未遂リーグをプロデュース。1988年、野外アートイベントの先駆けにもなる、アートキャンプシラス、5名称を変更した、ダンスシラスの事務局長。NY。 PS1 の客員学芸員。2000年、東京芸術大学美術学部教授に就任。2003年、愛・地球博のアドバイザリープロデューサーに就任。2014年、東京芸術大学名誉教授。2019年4月15日、上部消化器の出血多量のため、東京都内の自宅で死去。72歳没。ありがとうございます。